あでも現金がないんだよな、スイカ使えないよねあれ。しまったな、恵方巻き現金を持ってきていない。はい、お疲れ様です。今日は2月3日でございます。恵方巻き食べましたか？まあ恵方巻き別に、なんだろうな、そんなに、なんていうの、自分からしたらちっちゃい頃から食べてたかっていうとそういうわけじゃないし、もともと多分関東の文化ではないかったと思うんで、豆は巻いてねやってましたけど、ちっちゃい時ね。恵方巻きそんなに馴染みないんだけどね。でもそもそもああいうロール系ってね、結構自分は好きで、ロサンゼルスに住んでた時もね、カリフォルニアロール的なやつっていっぱいあるんですよ。ドラゴンロールみたいなやつとか、なんかね、天ぷらロールとか、なんかいろいろあるんですけど、自分は結構そういうの好きなので、まあ、とりあえず恵方巻き朝買ってね食べました。北北東だったかな、北東とよくわかんないけど、まあ北東あたりで、ね、はい、食べました。はい、というわけでね、今日はかなり長い一日になると思います。まずはレッスンをこの後やって、そしてサムのライブに行き、帰ってきたらレコーディングです。まだ音源は届いておりません。はい、一体いつ届くのかっていうね。意外とやんねんじゃねえのっていう、間に合いませんでしたみたいなパターンあるかもね。はい、というわけで、長い一日がスタートします。頑張ります。はい、レッスンが終わりました。で、ライブに行くので、今日はね、松陰神社前だったかな、あのグランドアブレっていうね、フレンチレストランでの演奏です。ね、去年の夏ぐらいに多分やってるんだよね。そこで準備していきましょう。今回はアコギのアンプを持っていかなきゃいけません。ボリュームペダル、はい、ケーブル2本、あとアコギ、譜面台で、セットリストを組みます。3ステージもやんの、そんなやるんだ。OK です。じゃあセットリストができました。はい、これ持っていきます。I'll arrive there on 5:15. ってことはもうそろそろ出なきゃダメってことじゃん。結構ギリじゃん。じゃあ着替えよう。はい、OK、着替えました。結構乗り換えがめんどくさいんだよな。あの明大前のレッスンの方に行くんだけど、結構大変なんですよ。こっから行くとなると多分1時間ぐらいなんやかんやかかると思うんだよね。カメラ持って、じゃあ行ってきます。出発。
お疲れ様です。到着しました。まだサムは来てないかな。もうね、この裏もうすぐ駅、徒歩10歩ぐらいじゃない、めっちゃ近いっす。でね、ジャンポールさんっていうね、フランス人のギター弾いてる方がいるんですけど、彼のイベントで、毎月最初の日曜日とかやってるイベントだったような気がします。待ちます。Hey. Nice day for sitting outside. Yeah, man. Hi. お疲れ様です。Hey. お疲れ様です。Oh, looks nice. ほら、じゃあ違うやつ。これは。いや。ほら、いや、すごいすごいすごい。中断。素晴らしい。どうして？あ、あるの？ギターはギターやってる。あんの？To my health. Get her help. レコーディングなくなりました。うん。飲める。今夜は鹿でございます。いただきます。おいしい？おいしか、おいしか、いただきますよ。一番好きここには鹿とフォアグラのパイ包み焼き。うわー、何それ、すっごいやばい。
めっちゃ美味しいね。めちゃくちゃ美味しい。So you got it from the hunter in Okayama. Yeah, ballroom. Buy her a glass of gin. You know, it's been a real long time. I said, you know, it's been a real long time. Back then, you know, a nickel. That was